メガバイ対決。さあというわけで、吉川さんでよろしかったですね。はい、脱落された時はどういう気持ちだったんですか、ね、2週目ぐらいで、あのね、なんか脱落して泣かれたタイプですか泣かなかったタイプですか、泣いたタイプですか、どちらですか。号泣ですよ。号泣したタイプですか。号泣。なぜ号泣ですか。もうまさか受かるとでも思ってたんですか。もちろん最終レース、コース上に風船割りが追加。早くたどり着いた方がお兄ちゃんかナンシー、風船割りパートナーの選択権が得られます。そしてさあというわけで、勝った方には1000ポイント与えられます。いきましょう。来ました、大逆転の1000ポイント。10回転です。ジャンプ、ジャンプしてください、ジャンプ。さあ吉川がリードですね。小泉は、小泉何やってんですか。さあ吉川コスプレゾ、小泉さん、小泉さん急いで。さあ行きましょう、ジャンプしてください、ジャンプ。小泉大きく出遅れた。あー行きました。さあさあコスプレゾCA ですね。CA と、さあ小泉何でしょうか。やー、何ですか。おじさんだ。おじさんですね。さあおじさん来てください。おじさんだ。かわいいよね。頑張る。早着替えで並んだ小泉、果たしてパートナーは。さあさあ小泉はお兄ちゃん、小泉大好きなお兄ちゃんです。おっと小泉、天敵のお兄ちゃん、これは負け確定か。抱き合ってください。わっ、愛の力で奇跡の大逆転。最後1000ポイント獲得しまして、日テレジェニックチームの勝利でございます。どうでしたか、勝負やってみて。反逆とか言って全然そんな、そんなレベルに達してない。山田さんどうですか、あいつら戦ってみて。うん、やっぱりなんか何しに来たんですか。何しに来たんだと。さあ続いてのバトルは、夏だ海だアイドルかき氷オリンピック。まずは日テレチェック清水と反逆同盟水上のかき氷早食い対決。ほっ、メロンでございます。メロンで対決ということで、さあそれでは参りましょう、かき氷オリンピックスタート。さあ清水こめかみ来てますね。いいですよ、教科書通りのリアクションです。いいです、抜群です。さあ水上行ってください。行きましょう、リアルに一番バカなんですから。行ってください早く。お腹痛い。さあ清水が今日は文句が多いです。海が嫌いです。さあ行ってください。お、清水がここで追い上げて、あ、早い早い、清水早い、清水の勝利。さあ清水さん一言お願いいたします。大丈夫。大丈夫。そんな心配してませんから。さあそして水上、厳しかったですか、なかなか。冷たか。もう食うのやめてください。その後、日テレジェニック小池、反逆同盟吉川がそれぞれ勝利。現在日テレジェニックは一歩リード。続いて日テレジェニック小泉と反逆同盟青木の対決。おいしいの。お、何ですか。何？カレー。カレー。いいです、おいしそうです。ね、たっぷりかけてあげてください。たっぷり。スパイシーな香りが今。かき氷オリンピックスタート。あ、おいし
味しそう。美味しそう。小泉どうですか味は。まぐれよ。さあ青木いかがですかカレー。意外と美味しい。意外とうまい。行ってください。いけ。おっとこれは青木有利か。まずい。さあ小泉行きます。全部全部ですよ。全部です。ルーモですよ。さあ青木さんもう溶けてますね。飲んだ方がいいんじゃないですかそろそろ。すいません。いやいや。ここで両者怒涛のラストスタート。青木もいった。勝利のちょっと一言。日テレジェニック勝ち越し。しかし最終試合勝利すれば一発逆転1000ポイント。運命のシロップはいいので。何でしょう。ハバネロ。ハバネロでーす。行かせていただきます。サービスしてちょっとだけで、はい、サービスしてくれというの。地獄です。地獄ゴーリーさっ。地獄の辛さハバネロかき氷。果たしてこのチャンスを気づきはものにできるのか。それとも斉藤ジェニックの意地を見せるのか。それではかき氷オリンピックスタート。どうしました？どうしました？冷たい。冷たい。冷たい。あれどうしました？斉藤さんどうしました？斉藤さん。冷たいですか？わあ。どうしました？出ちゃいました。出ちゃったしょうがないです。しょうがないです。本当に無理。もう無理。絶対今のが濃いな。いや美味しそうですよ。お腹のこぼすなよ。拾ってくださいちゃんと。さあ行ってください。もう時間がないですよ。頑張っ食べた方が勝ちですよ。ちょっとでも多く。さあ行ってください。さあ行ってください。5、4、3、2、1、終了。引き分けでございます。頑張った頑張った。さあというわけで全くゲームにならずということで斉藤さん、はい、反省の弁をよろしくお願いします。これ絶対便出したらさ、お尻痛い。その便じゃないですよ。今夜のバトルは日テレジェニックチームの圧勝。そして罰ゲームはどうぞ。さあ愛の戦士笹沼でございます。プロレス大好き笹沼。さあ笹沼が今からジャイアントスイングを。何ですか。それでは笹沼思う存分回しちゃってください。一回転半。大丈夫ですか笹沼。ダメ。サザルマンは大変な高血圧なんです。大丈夫ですか。ダメ。というわけでジャイアンツスイング1回転半という史上最低の罰ゲーム。日テレジェニックのアナー